ゆうせんさん、モチベーションっすか？あれじゃないですか？夏休みの宿題が、夏休み始まったばかりではやらないし、でもギリギリになったらやばいと思ってやるんでしょう。まあモチベーションっていうのは一つ追い込まれないとやらないってことでもあると思いますし、まあでもね、人生が暇だっていうふうに勘違いしちゃってるんじゃないですかね。まあ、モチベーションどうこう言ってるんだったらもうやめてしまえって話ですよ。もう変身することありませんと。モチベーションが何上がらないって、で俺が何か言ったらモチベーション上がるのかってことですよね。そういうふうにビジネスやろうとしてるのに、そんなね、ハウツーとかテクニックとかまで依存してくるし、気持ちの面までね、こっち持ってくるんだったらもうやめてしまえという話ですよ。いや本当にね、バカバカしいというふうに変身したらどうでしょうか。まあ、ちょっとね、そういうふうに叱咤激励的に言ってあげないといけないのかなと思うところありますよね。つまりね、モチベーションがどうこうって言ってる人って、またなんかつまずいた時にビジネスの失敗とか、集客になんかね、丹精込めて勤めてこなかったとか、めんどくさいことやってこなかったの全部モチベーションが悪いって言うんですよ。モチベーションがわからなかったみたいな。じゃあモチベーションって誰のモチベーションなんだって、お前のモチベーションだろ、お前が終わってんだよ手取り14万お前が終わってんだよみたいな。だから14万円で手取りでね、やべえと思って、これ500万ぐらいの手取りになんねえかなと思った時に、モチベーション上がらないんですかね。だってね、ないと2000欲しいなとか思ったらモチベーション上がるし、あの女の子口説きたいなと思ったら、あの手この手で自分を偉く見せたいですからね。だからモチベーションなのかな、それって。なんかもっとも欲望に素直になればいいんじゃないですか。でモチベーションが湧かないぐらいの欲望だったらね、もう別にやんなくていいんですよ。だってビジネスのモチベーションよりも朝飯が食いたいというモチベーションの方が大きいわけでしょ。だから朝飯食うぐらいのモチベーションすらないわけですよ。やめてしまえと。そういう人がいない方がすっきりしていいと。無理やり上げたモチベーションで商品売られたお客様の身にもなってみろというふうに、ピシッと厳しく回答してください。では失礼します。